つになったら三楽さんは戻ってくるですわ。わっ、まさかラベッツに戻る方法がなくて困っているんじゃないですわ。やっぱりエイドルトの町で待ってた方が良かったんじゃないですわ。だっしょ、いくらなんでも多すぎだろ、あのサソリ野郎。おウィブル、エイドルトまでのゲート頼む。三楽さん、やっぱりクリスタルスコーピオンと戦ってたんですわ。あ、やべ、クリスタルスコーピオンは危ないって言ったじゃないですわ。めんどくさ、なんか言ったですわ。ほーら、約束の人参だよ。わーい、あー、うんうん、おいしいですわ。お前のチョロさは不安になるレベルだな。